年のホーム最終試合、この地で JFL 優勝をして J に入会するとお約束いたしましたが、申し訳ございません、優勝はすることはできなかったわけでございますが、4位以内確保することができました。バツと一緒に昇格したかった、そんな思いはあります。本日も松田直樹選手のお姉さんがこのアルインに来ていただき、最終戦を見ていただきました。そして先日選手全員で松田直樹のお墓に4位以内の確保したというご報告をさせていただきました。本日も松田直樹選手のお母様から手紙が届き、その一文をご紹介したいと思います。息子は心なし仲間で大変ご迷惑をおかけいたしましたが、 J2 昇格を自身の使命として必死で頑張っておりましたので、サポーターの皆様、スタッフの皆様、選手の皆様に感謝の気持ちでいっぱいのことと思います。松本山雅 FC のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。ありがとうございましたという松田直樹選手のお母さんのメッセージをいただいております。それでですね、本当にみんなの力で、勝ち得た、一つの成果だと思います。これからまだまだこのクラブは成長していくと思いますけれども、本当に、ここにいる選手、スタッフ、またクラブ一丸となって新しい目標に向かってチャレンジしていくことになると思いますので、またそれをですね、皆さんでぜひ末永く支えてい、っていただきたいと思います。残念ながら私は S 級ライセンスを持っていないので、一人だけ、J に上がれないということになりますけど、またできる限り裏方として支えていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。僕がワンソールって言ったグーのとこで投げてください。これでいいですよね。あ、入っちゃった。いきます。準備いいですか。Come on.